こんにちは、こんばんは、ゆず猫です。よろしくお願いします。こちらですね、セリアさんの方で購入しましたミルフィムソックヤン、第2弾の方かな、6玉中の残りの3玉の方ですね。こちらの方も靴下が編み上がりましたので紹介したいと思います。順番でいきますね。まずはこちら、カラーナンバーが10番、アクリル 100% 35g 巻きの長さの方が約 105m になっています。使用棒針が約2号から3号、かぎ針の方が4号から5号の表示になっています。はい。で、編み上がった感じがね、見本の方がこんな感じのお色で、バーコードが光っちゃうかな、こんな感じです。こちらの方が、こんな感じの色味に仕上がりました。こちらの方が、12目スタートのここの増やし目のところが26目まで増やして、マチの部分とラップの部分が88でやってます。それで35段の2目ゴム編みの部分が、15段編んでいる状態です。今回はね、3足ともこのサイズで編んだんですけれども、一応こんな感じで、この長さが約 8.5cm ぐらいですね。ゴム編みからここ、ゴム編みがだいたい 4.5 ぐらいですかね。で、ここのゴム編みから下のところが三角待ちの上のところで、10センチあるかないかぐらいですかね。10センチくらいかな。で、この三角待ちから下の部分のところの長さが、ここから測って14センチぐらいになっています。こうした方が分かるかな。この辺 14.5 ぐらいですかね。このくらいになっています。あ、ごめんなさい。こちらがカラーナンバー10番の方ですね。こちらと、次がこちら、カラーナンバーが12番、バーコードがこんな感じです。こちらの方はこんな感じに、赤とね、オレンジの中にね、ちょっとこの水色が入っている感じの色味になっています。目数は先ほどとね、同じ感じで編んだんですけれども、やっぱちょっとここのね、編み終わりのところがちょっと色がちょっと違っちゃいましたけど、一応ね、色合わせはね、した感じになっています。こんな感じです。これがカラーナンバー12番ですね。で、次、こちらですね、カラーナンバーが15番、バーコードがこんな感じです。よいしょ。こちらはね、グリーン系のお色で、
こんな感じの編み上がりになりました。こっちもね、ここがちょっとグレーが入ってる感じで、これもね、一応色合わせはしたつもりなので、同じ感じにね、出来上がったんじゃないかなと思っております。全体的にね、いい感じですよね。可愛い感じの、ちょっと一つずつ出してみようかな。こんな感じの3色に出来上がりました。それで、糸の方の残りが、ちょっと畳んじゃおうかな。ちょっとずつね、糸の調節はしたんですけれども、こちらが 5.2、 これはあんまり糸の差がないですね。これがグリーンの方ですね。レッド赤い方、これもちょっと糸調節したので、さっきよりちょっと多い感じですね。 5.9、5.1、 でも同じぐらいの感じの量で残りましたね。それでブルーの方ですね、こちらが 4.5、 5.1、 4.9、 こんな感じで少しずつ残りました。まあだいたい近い感じのね、糸の量でね、残ったんじゃないかなと思います。はい、今回は、セリアさんの、ミルフィムソックヤーンですね、6色中の、私が6色買ったうちの残りの3色で、靴下の方ね、完成しましたので、こんな感じに編み上がりましたという紹介の動画になります。もしこの動画が良かったよと思われる方は、チャンネル登録や高評価で応援していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ゆず猫でした。バイバイ。